ネルソン小耳尖りネズミ。ネルソン小耳尖りネズミは100年前に発見されてから近年まで1匹たりとも目撃されておらず、絶滅したと考えられていました。彼らが生息していた地域で大規模な火山の爆発があり、火山近辺の植物が全て失われたからです。しかし近年になってメキシコの2人の哺乳類学者が約100年前に目撃された近辺で3匹のネルソン小耳尖りネズミを発見しました。発見されたネルソン小耳尖りネズミの体は本当に小さくて約8センチメートルの大きさでした。体は暗い茶色の毛をしています。ちなみにネルソン小耳尖りネズミという名前の由来はこの動物を発見した人物が元になっています。詳しく見ていきましょう。ネルソン小耳尖りネズミはメキシコ東部に生息する小型の哺乳類です。1894年にエドワード・ウィリアム・ネルソンとエドワード・アルフォンソ・ゴールドマンによってメキシコのベラクルスにあるサン・マルティン火山の斜面から発見され、多くの標本が採取されました。しかしその後ネルソン小耳尖りネズミは全く発見されなくなり、多くの人たちは絶滅したと考えていました。最後に目撃されてから100年以上経った2003年に以前発見された場所と同じサン・マルティン火山の周辺地域で発見されました。最近の調査ではこのサン・マルティン火山地域の固有の種ではないかと言われています。国際自然保護連合 IUCN によるレッドリストの絶滅危惧種に分類されています。ネルソン小耳尖りネズミは人間の居住地域のごく近いところに生息しているので、近隣で発生している木々の伐採、牛の放牧、誘導火災、農業などの影響によって生息地が徐々に失われつつあります。完全に絶滅しないためにもさらなる調査が緊急に必要であり、ネルソン小耳尖りネズミの生息地を保護し回復するための手順を確実に踏むためにはしっかりとした種の保全戦略が必要であると言われています。ネルソン小耳尖りネズミは食欲が旺盛なため頻繁に食事をしなければならないので昼夜を問わず活動していて、昆虫を食べると考えられています。ネルソン小耳尖りネズミはネズミという名がついているので誤解されるかもしれませんが、ネズミ目、ゲッシ目ではなくハリネズミやモグラに近い品種です。小型のネズミのような姿をしていますが、耳や目は小さく鼻の先が尖っており、体は柔らかいビロードのような毛で覆われていて、灰色がかったややくすんだ茶色をしています。基本的には夜行性ですが、食欲が旺盛なため獲物を捕まえるために昼間も行動します。ミミズや節足動物などの小型の脊椎動物や昆虫類を主に食べます。体が小さく、そして体の中にエネルギーを蓄えることができないので、常に何かを食べ続けていなければならず、餌がなくなってしまうと数時間で餓死してしまう動物なのです。ネルソン小耳尖りネズミはお腹から強烈な匂いを発するため、他の動物は死骸にも近寄ってこないそうです。食べ続けないと餓死してしまう動物なんているんだなと思われた方は、ぜひコメント欄でご意見をお聞かせください。わからんでもないなと思われる方はいいねボタンだけでも押していただけると嬉しいです。100年ぶりに見つかった動物がいるとすると、絶滅したと思われている動物の中にもまだ生存している動物が絶対にいるぞと思われた方は、チャンネル登録をしてこのチャンネルの研究員になっていただけると嬉しいです。最後までご覧いただきありがとうございました。